私は今猛烈に燃えているよ。ののか、私もです。あー、また夏の甲子園を見て影響を受けたのね。そうと決まったら特訓だよ。はいな。お待ちなさい。この声はフリーターさん。フリーザですよ。誰がアルバイトで生計を立てている若者ですか。フリーマーケットさん。フリーザですよ。誰が気軽に出店をできる露店ですか。フリーザ。フリーザですよ。いや、ボケないんですか、あなたは。そういうの苦手なのよね。まったく、勘に触る女たちですね。あなたたち野球にハマってるようですね。あなたたちというか、ののかとまなみね。無駄な努力はおよしなさい。どういうことですか。たった3匹のアリが恐竜に勝てると大思いですか。あなたたちがどんなに努力しようと、野球では私たち DB 芸人に勝てませんからね。栃木の野球は私たちに任せなさい。そんなのやってみないとわからないよ。わかるでしょう。普通の女の子たちと Z 戦士ですよ。何せ私の戦闘力は53万でしょ。言い出さんな。はい、野球に戦闘力は関係ないと思います。私もそう思います。いいでしょう。それなら私が先日バッティングセンターで修行した様子を見せて差し上げましょう。 VTR スタートですよ。さあ、今回我々はミヤバッティングスタジアムにやってまいりました。よいしょ。どうございます。何がよいしょだ。ガチョーン見たくカメハメハ。よいしょ。いや、よいしょです。暑すぎるだろう。いや、そうね、ちょっとね、日差しがね、炎天下でございます。うるさいぞ。しょうがない、これはしょうがない。いや、打つな打つな、おい。まったく撃破するんじゃないですか。管理さんヘリコプターですよ。まあ、今回ね、まあ、ミヤバッティングスタジアムということで、まあまあ、今回ね、一応ホームランを打つまで帰れないということで。何らしいんですよ。一発で打てば一発で帰れるんだ。まあ、そうですね。なるほど。あ、そういうことか。さあ、ということでやってまいりましたけども、1ゲーム25球なんですって。25球。はい、十分だ。あ、十分。当たり前だ。25球中だから一発もホームラン打てる。じゃあ1人25球打てるってことだろ。そういうことです。なるほど。で、今回は、まあ、90キロで挑戦してもらおうかな。90キロ。狙って見えるで。ああ、ずいぶんの自信がありそうですね。マッハ90でも足りないぐらいだ。90キロっつったら、はい、あ、じゃあそんな言うんだったら、じゃあベジータさんから言ってみます。おや、何終わっても知らん、はい、ではベジータさんの挑戦お願いします。いいだろう、お前。このブルーのバットで、あ、ちょうどいい。バスケ終わらせてやるぜ。来た。ああ、頑張りなさい。やがれ。手加減忘れんじゃねえぞ。超エリート対人の圧倒的弾砲。いやいやいや、ちゃんとちゃんと構えて、ちゃんと構えて、絶対打てないから。いや、もう来る来るからね。それで、いや、絶対打てねえな、この人。よし、やれ。おわっちゃん。さあ、来ますよ、来ますよ。おお。あ、いやいや、避けてどうすんの。おーって何ですか。ビジータ、打ちなさい。うめ。いや、あ、まず様子見をね。おい、ビジータ腰が引けてんじゃねえか。なんだ腰のやつ。徐々にね、シルネート大きいだろ、これは使わんわ。いやー、まだ来るのか。来るタイミングはよ、早いよ。早い。90キロだからね、これ。よく見ろ。さあ、ビッグマンが来る。早いのか。早い。いや、早いのは分かったから。いやいや、いい加減慣れて。さあ、行きましょう。あ、そうですね。いいぞ。さあ、さあ、ラストよ。あ、最後だ、最後。ファイナル。いけるか。フラー。せめて当てろや。全く。いやいや、それも当たった。それも当たった。それも空振るんか、おめえ。いや、死んだんか、おい。何たる集大ですか。汗がすごい。ベジータ、まったく。ダメ。戦闘種族でしょ。見損なったぞ。ダメじゃないですか。急に腹が、腹が痛い。いや、さ、なんでミスターさなんですか。いや、ちょっと。なんだ。どうでした。当たっただろ。いや、当たったけど。なんだ。かなり低かったです、成功率。あと全部よ、やっぱちょっと早いんだよな。早いよ。まあ、で90キロですよ、ね、俺のスピードに奴らがついてこれなかったようだな。そうか、逆に。そうだ、逆に。では続いて野沢さん、大丈夫ですか。うわよ、これがあるからよ。関係ねえよ、これ。これがあるのよ。どこに飛んでくるかわかんだ。そんな機能もついてんの、それ。バッティングセンターモード。なんだ、そのモード。ねえだろ。さあ、ではじゃあ野沢さんの挑戦、お願いします。やれるものならやってみやがれ。まあ、随分有利ではあるだろうな、はい、さあ、どうでしょう。おや、まあまあまあね、まず1球目だから。おお、こいつもうタイミングを使いましたね、これ。だいぶフォームいいですよ。3球目で当てやがった。フォームだ。
あ、でもベジータさんよりいいかもしれないよ。ふざけるな。はい、なんかな、なんだ、バシッといかねえな。焼き玉の限界か。まだいける、まだいける。おお、いいよいいよいいよ、いい感じですよ。この短期間に急激に実力アップしやがった。素晴らしい。さあ、どうか。おお、俺に一気を開けてくれ。あ、誰が貴様なんかって。おお、惜しい。逆だ、逆だったね。逆だったな、今のがね。方向だけだ。よよ、バラッと。さあ、さあ、黒さん、あと一つ残してますよ。やめてるね。おお、惜しい、惜しい、惜しかった今。ライト、ライト直撃。いいとこ行ってたね。いや、お疲れ様でした。貴様にしてはよくやった方だ。いや、すごく筋良かったっすよ。まあ、最後の、うん、なあ、あの一発はね、ラスト惜しかったね、はい、ラストはな、もうちょっとで、ね、左寄りだったら可能性あったよ、全然、ベジータさんよりは全然センス良かった。可能性を感じたろ。俺はもう戦わん。うん、で、セルセの時のやつね。さあ、それでは藤田さん、はい、ご準備よろしいでしょうか。いいですよ、まったく。あなたたちはヘドが出ますからね。何？お見せしましょう、わ、この私のバッティングを。さあ、来い。自信ありそうですね。そう、いや、家じゃないですよ、当たってないです。何？声だけ出してる。さあ、どうする？開け。お、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 意外と、あれあれ、2球目だけなかったぞ。方向はいいぞ、方向は。やろう。ただね、足がすげえ速い位置だな、上げる。足、足、あと、あの、足上げる。すげえ邪魔そうだ。結構邪魔だろうな、あれ。おお、でも当てて、当たってるね。何？いいかも。意外といけるかも。トレーニングしやがったか。そうだ。なんで、なんで、お、当ててくると。一番足がやりづらそうなんだ。ね、さあ、おい。うわ、惜しいな。下手になってないか。だんだんね。だんだん下手になってる。そんなことある。やっぱフリーザの弱点はスタミナだったか。やはりな、ね、言われてますよ、フリーザさん。見てみろよ。本当に序盤の方が良かったけど。あれ、ムカが見てるぞ。お、当たった、お、当たった。最後の1球、ラストだ。どうだ。OK、フリーザ、よいしょ。あー、残念。方向は1球。ということで、まあ、全員スーパー武道でのね、疲れてる時のポーズで、はい、いや、ほんとその状態でしたよ。なんだ、いや、ちょっと、まあ、ベジータさん以外はね、ちょっとお二方惜しいね。だけの俺だって惜しかったから。いやいや、二人比べたら、いや、どう、でもホームラン打たないともう帰れないからね。いや、帰れる。いや、俺も帰りたいから。40度あるんだと、こんな。いや、そうよ、聞いたらね、40度あるんだ。精神と時のバッティングセンターじゃねえ。聞いたことね、はい、なんだそのバッティングセンター。お困りのようだな。あれ、何この声は、もしかして。何、はい、あれ、なんだ、ヤムチャです。ヤムチャ、あれ、この格好は。そう、ドラゴンボールスーパー第70話、はい、チャンパからの挑戦状、今度は野球で勝負だの回のヤムチャです。ですよね。長いな、タイトルが。何をやってるんだ。あ、でも、あのね、唯一、はい、ドラゴンボールアニメ版のドラゴンボール Z でも、そう、第10話でな、バイトしてましたもんね。プロ野球選手のアルバイトしてたから、はい、一応野球経験としては Z 選手の中じゃ一番。そうね、可能性が間違いない、はい、俺がパッとホームラン打ってやるから。おー、ホームラン打ったら、ちなみにあのなんかファンファーレが鳴るんで。おお、それ聞きたいんで、みんな。ウルフハリケーンが流れるの。ウルハリケーンは流れない。ヤムチャのやつ流れないから。ウルハッ、流れない。ウロガフフケーン大好きじゃん、このバッティングセンター。ドラゴンボール大好きじゃん、こんなもの。まったくお前たちは全然野球はできないんだからな。まあね、言われてます。手本を見せてやるぜ。はい、おー、はい、消えろ、かっ飛ばされん、うちにな。構えおかしいだろ。まさか。いや、本当に、ちょっと無理。いやいや、無理だって。いや、ちゃんとやって、ちゃんと。コンファーか、お前。アバウンス出しちゃって。手当たる。無理だ。当たるわ。やめろ、やめろ、おい。はい、あれ、おれ、おや、あれ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 、こいつ自信満々に出てきた。まだ入りない。なんか、おお、そう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 、いいな。フォームはこなれた感じで。あ、でもやっぱそうね、一番やっぱりやってる方ですよ、これは。おお、当ててくるな。あ、でもやっぱやってる感あるね、ちゃんと。そうですね。まずい、まずい、まずい。なんか動く、こいつ動くぞ。いやいや、アムロ、アムロ、アムロ。白いやつが来るから。ガンダムな。おお、惜しい。いきなり当てやがった。今のが良かったぞ。今のが、今の感じ。今の感覚忘れるんじゃないぞ。
さあ、2球あ来い、あラストラストラスト、頑張ってください。ヤブチャさん、キャッキャーキャー、サイバイ、サイバイ、サイバイマンもう終えてる。いや、サイバイマンあヤブチャさん、何たる身体ですか。みんなでやろうよ、もう1ゲーム。みんなでみんなで、なんで惜しい打球あっただろ。あ、でも確かに野沢さんも藤井さんもまあ割と俺はさあ、キャレーシャンパン一発で終わるか。死ねもうや、早いとできた、だいぶ早い、振るのがもうや、早い、藤井さんホームラン見たいよ。いいぞ、あーさあ、いけ、おー、おー、藤井さん残り4でオラ行くかな。あ、ホームランを打ってくれサイヤ人のって。あ、やるときの頼む頼む、おめえがオラに頼むなんてな、頼む、さあ頼む、惜しい、ホームランだろあれ。いやー惜しかったな。ということで、まあ、結果は残念ということでございます。いや、すまない。まあね、ちょっとみんなで協力してね、共闘してチャレンジしたんですけれども、まあ、でもやっぱ野沢さんね、惜しかったね、一番ね、一番生きてる時間が長いからな。いや、時間ね、時間がな、時間どうするんだ。いやもうでもね、ちょっとそういう企画だったんですけど、ホームラン打たなきゃ蹴れねえんだろ。帰れないね、でも帰ります。もう疲れたんで帰ります、今日は。まあな、あ、もう時間いっぱいだそうなんで、もう帰りましょう。そうだな、あっさんやられそうなんで。何を見せられたのかしら。いや、あの、そうだ、ヤムチャさん、ヤムチャさん、どうしたフリーザ、急に出てきたわね。皆さんより高校球児の皆さんの方が野球うまいよね。違う、あれはちょっと遊んだだけだ。もう一回やらせてくれ。ここらでお遊びはいい加減にしろってとこを見せてやる。ダメです、今回はもう終わりです。ということで、来月もお楽しみにね。以上、マロニ TV 復活の M でした。またね。何しに来たんですか、あなたは。情けないが、俺が一番役に立ちそうにない。